日本新潟県佐渡市宿根木宿根木は新潟県佐渡市の最南端にある町名。郵便番号952-0612。競技にはその中心地区を指し、2021年2月、現在新潟県では唯一国の重要伝統的建造物群保存地区として選定されている。江戸時代後期から、 明治初期にかけて前世紀を迎えた北前船の寄港地として発展した港町で船大工によって作られた当時の面影を色濃く残す街並みが保全されている宿根木付近の空中写真画像中央の住宅密集地が宿根木である国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成たらい船で知られる おぎ港の西に位置する小ぎ海岸の入り江の奥に面した小さな集落で約28.5ヘクタールが重要伝統的建造物群保存地区として選定されている。保存地区には集落のほか周囲の大地や隆起岩礁の海岸も含まれている。保存地区内に残る。 伝統的建造物は106棟に上り、そのほとんどが板張りで作られた外壁を持つ2階建ての家屋である。大通りに面した方向には庭や開口部がなく、屋根には日差しがないため、高い壁だけが見える。開放的な街並みは日本には珍しい光景と言える。一部の家屋の屋根は薄く割った板を何枚も重ね、その上に石を置いた石桶きは吹き屋根と呼ばれる。 独自のものである。家屋の外見は質素であるが、北前船で財を成した選手の王子を忍ばせる豪華な内装仕上げになっている。現在、修復された民家2軒が一般に公開されており、屋敷の内部には、漆塗りの大黒柱や彫刻の施された仏壇、当地奥義の伝統工芸品であるナダンスと呼ばれる小判等の貴重品を隠すために使われた。 カラクリ構造のタンスなどが残されている。お前と呼ばれるいろりのある今は2階まで吹き抜けとなっており、漁の組み方などに船大工ならではの技巧が見られる。20以上の土蔵が残されているが、いずれも鞘と呼ばれる板壁で周囲を覆っており、これは園外から守るためと蔵の存在を隠し盗難を防止しようとした目的と見られる。 この他にも、狭い路地の形状に合わせて作られた、通称三角屋と呼ばれる三角形の家屋など、船大工たちが作った、建造物が密集する、宿根木独自の景観が残されている。集落の周囲には、竹垣が築かれているほか、周辺には、竹林が分布する。江戸末期に、世界地図を制作した、乱医学者の柴田修造の成果がある。 昭光寺と白山神社がある。集落の前戸が昭光寺の段下である。古義民族博物館に併設された、戦国戦展示館佐渡ゆかりの民族学者、宮本常一の提案により設立された、佐渡国小義民族博物館がある。宿根木の名が、文献に見られるようになるのは13世紀中頃の、ことであり、中世から、 小ぎ半島の要項として機能していた。近世になり、西巡る海運の成立以後は、小ぎ港が、幕府公認の北前船の寄港地となった。北前船とは、主に、北陸地方以北と機内を結ぶ、海船業の船のことで、江戸時代後期から、明治初期にかけて、流星を極めた。法歴年間に、佐渡産品の当該移出が解禁になるとともに、宿根木の海船は、 日本各地を行き交い、港は大いに栄えた。明治維新以降は、まさ藩の入港制限が撤廃されたことにより、蝦夷地との往来が盛んになり、公開回数が増え、佐渡の南端に位置する宿根木は、気候地としての重要性が高くなり、船主や船乗り、さらに船大工や鍛冶屋、桶屋など海鮮業に携わる多くの人々が居住するようになり、 入り江の奥の海岸段丘に挟まれた狭い谷間に2階建ての家屋が密集する高密度な居住空間が形成された。明治中期になり長距離輸送の主流が鉄道輸送にシフトされると北前船は姿を消し宿根木も気候地としての繁栄は終わるが宿根木の町並みは火災や災害等による損傷もないまま維持され続け昭和55年 地区住民により町並み保存対策調査が実施され、平成2年、当時の小木町の歴史的景観条例により、伝統的建造物群保存地区に決定、翌平成3年4月30日、種別、港町で、国の重要伝統的建造物群保存地区として、選定された。なお、大正期以降には、日田集落など第一部分において改電が進み、 谷間から高台に移転する住民も増加した。公開民家、清志九郎、金子屋も住民が高台に転居した後に、旧住宅を公開しているものである。2015年10月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。